ね、イエス・キリストがあっての人生でもある。それを強調してきたのはイエスの箱舟だったと。あなたにはあなたの知らない価値がある。あなたは人間関係の内枠の中にいるだとか。真実とは何か、それは私は心から訴えたいと思います。あのイエスの箱舟解散は、今日みんなで死のうと思ったら死ぬんじゃないか。人が隠れるのは人の中なんですよ。神など見えないけれど、聖書を読みます。はい、天にいます私たちの父よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように、地上で行われますように。セックス、キリスト教の教え、どうやら怪しげなものらしい。